こんにちは。今日は農道に来てます、今は稲刈りの時期ですので、農道にこういった形でですね、点々と泥が落ちてます。で、この泥なんですけれども、結構ですね、夜とか見えない場合には自転車で走ったりすると滑ったりするんですよね。ですからかなり危険なんです。で、今日、前の日も雨だったんですけれども、これをですね、雨が降った場合にはこれがさらに滑りやすくなるわけですよね。そうなると、この夜間に例えば、小雨が降ってた場合に、その上、そこに自転車が通ると、それでスリップしてしまう可能性があるわけですよ。そうなるとちょっと怪我する心配がありますよね。ですから本当はですね、農家の方がこういったことを、農道なんでしょうけども、こういった形でですね、土が残ってしまった場合はちゃんと、除去する必要があると思います。もちろん農道ですので、農耕者優先なんですけれども、ちょっとね、こんな感じなんですよ。本当に、田んぼまでのどっかあれですかね、他の田んぼからここの田んぼに移動してきたんでしょうか。すごいですね、この塊は。ああ、ここであれですかね、コンバインで収穫したんですね。その後コンバインで収穫した後こう来て、でこの辺で一時停止をして、たくさん落ちてこっちに繋がってるというわけです。ですから稲刈りするのは、農家の仕事ってことはわかるんですが、こういった形でちょっと危険がありますので、ぜひ農家の方にはこの除去をしてもらいたいと思います。以上です。